レイクトーナレイクあっ両者ワンツー。はい、こんにちは、バーチャンネル前田です。今日はこちらですね、うん、ブレイク豪華のアシャルトファルコンです。はい、こちらですね、次世代ワールドホビーフェアサマーで販売されていたスペシャルモデルだね、うん、これを買ってきました、はい、で今回ですね、これエイシン君が使って、はい、で私は、先日発売されたこのハイスピードモーターエンジンと、うん、あと買ってたんだけど紹介してなかったこれらの装備を使ってですね、エイシン君と戦いたいなと思います、はい、じゃあ早速開けていこうか。はいはい、ということでこちらがアサルトファルコンですね、うん、すごいかっこいいね。なんとこれね、モーターユニットも付けてるの。あー、これはちなみにね、スペシャルモデルということで、うん、全部クリアになってるんだね。そうそう、すごいね。で、ラメ入ってますね。ほんと綺麗だね。めっちゃかっこいい。そして以前出ておりましたこちらのサイクロンフォークと形はほぼほぼ一緒なんだけど、この先っちょのこの攻撃する爪、うん、が長いの。そう、長いね。で、しかもこの長さがね、3つとも違うのね、うん、半端ないね。要はこれで引っ掛けられる、引っ掛けやすくなってるわけだね、うん、そうだね、うん、では一回スイッチ入れてみましょう。せーの、はい、これぐらいの速さですね、うん、まあ、これは普通だね、うん、じゃあパパはサイクロンフォークでいきます。僕はサルトファルコン。はい、じゃあいくよ、久しぶりだね、うん、せーの、ブレイクトーナー、いけー、あー、取れた、あー、取れた、やばい、ということでですね、うん、引き分けだねこれ。そうだね、3回やって決着がつかない、うん、続いて私はこれでいきます。ドレインファングにハイスピードモーターユニット、あとロングレンジホイールパックをリアにつけて、ラジカルホイールパックをフロントにつけてますね、はい、で今ちょっと裸なんだけど、これにこのサイクロンフォークの背中のパーツつけたいなと思います、はい、ということでパパの足はこんな風になりました。これめっちゃかっこよくない、これかっこいい、ごっつくてね、うん、めっちゃかっこいい。じゃあこの状態で一回電源オンにしてみますね、うん、おぉ、ハイスピードモーターユニットだから後ろがめちゃくちゃ速く見えるんで、すごいすごいすごい、ここもいつの間に速く回転してる。はい、エイシン君もちょっと予備パーツつけたね、うん、後ろにこの突起があるやつね、こういうのをつけて、あとカバーをつけましたね、はい、はい、これで変わるかな。じゃあいきますよ、じゃあせーの、ブレイクトーナー、いけ、危ない危ない、やばい、乗り上げだった、どうぞ、あっと、はさめ、はさめ、そこだ、いけいけ、うわー、おーっと、危ない、あれー、どうぞ、どうぞ、ワン、ツー、どうぞ、じゃあ第2ラウンドいきます、せーの、ブレイクトーナー、いけー、おー、容赦、ワン、ツー、スリー、あー、起き上がれなかった両者、ここも取れちゃったね。じゃあ第3ラウンドいきましょう、せーの、ブレイクトーナー、いけー、おー、暴れろ暴れろ、激しい激しい激しい、おりゃー、いけー、あー、やばい、あー、やばい、ワン、ツー、スリー、あー、やったー、一応ね、1対1の打ち分けだから決勝できます、せーの、ブレイクトーナー、また、ワン、ツー、スリー、あー、
わ、ボケだ、ボケ。うわうわうわ。じゃあ、今度こそ決着を。せーの、せーけーゴー、いけー。相変わらずうるさいね。すげえこれさ、喋ってると体力使うよね。大声出すからさ。結果としてはこちらのマシンの勝ちだね、うん、いや、ハイスピードモーターユニット早いね。早いね。これをこっちに付け替えたらまた結果違ったかもしれないけど、このドレインファングがね、いい感じだった。ほんとこれガッチャンってトゲあるもん。そうだね、うん、おー、かっこいいね、うん、素晴らしかった。はい、ということで今回はブレイクウォーガーのアサルトファルコンでした。はい、ということで久しぶりにブレイクウォーガーやってみましたね、うん、楽しかったですね。今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。